噂のあの店リサーチ。地元で気になるお店やスポットを地元が徹底的にリサーチ、噂の真相に迫ります。さて、横浜の商店街で一番うまいものを投票で決めるガチシリーズ、その第10弾となるはずだったガチ丼2、しかし新型コロナ感染症の影響で中止となってしまいました。と言ってもエントリーされた丼気になりませんか？ということで YCV エリア内でエントリーしたお店と丼を紹介していきたいと思います。題して幻のガチ丼2。今回は西区からエントリーした2店舗をご紹介します。それではご覧ください。まず紹介するのは横浜市営地下鉄ブルーライン高島町駅下車徒歩およそ5分、西区の戸部商店街にあるそば処松山です。のれんもビシッとしていて渋い佇まいですね。早速リサーチ開始。いらっしゃいませ。地域の皆さんに美味しいお蕎麦を楽しんでもらいたいと戸部に店を構え早72年、定番の鴨南蛮や天ぷら蕎麦をはじめ、季節限定の変わり種などを常に新しいものに挑戦する老舗のお蕎麦屋さんです。そんな蕎麦処松山がエントリーしていたガチ丼とは。こちらの親子あんかけかき揚げ丼になります。こちらの親子あんかけかき揚げ丼なんですけども、上が卵が乗ってまして、下の具材かき揚げの具材なんですけども、国産の鶏肉、あと神奈川県産の玉ねぎなどを使ったかき揚げになってます。で、上にかかっている生姜あんなんですけども、生姜が入ってますので夏場の暑い時期でもさらりと食べれる商品になっております。こちらの戸部大通り商店街になるんですけども、最近いろんなマンションができまして人も増えてきてましたんで、こちらから地域の方に貢献できればなと思いやらさせていただきました。9月中旬までやってますので、ご来店のほどよろしくお願いします。今回のリサーチ報告、そば処松山がエントリーしていたガチ丼は、生姜あんでさっぱりいただける親子あんかけかき揚げ丼でした。ゴロゴロとした鶏肉と神奈川県産の野菜を使ったかき揚げ、さらに卵が乗っていてインパクトがありますよね。ボリュームはあるんですけれども、生姜あんを使っているので最後までさっぱりとしていただけますよ。冷やしごま味噌そばや冷やしグリーンカレーそばなど、暑い時に嬉しい限定商品もおすすめということです。それではアクセスです。そば処松山は横浜市営地下鉄ブルーライン高島町駅から徒歩およそ5分のところにあります。営業時間はご覧の通りです。続いてはこちらのお店です。続いて紹介するのは相鉄線西横浜駅下車徒歩およそ9分、西区の西前中央商店街にある寿司処手まりです。ショーウィンドウには美味しそうな寿司のサンプル、イートインもあるそうなので、早速リサーチ開始。いらっしゃいませ。作りたての美味しいお寿司がお求めやすい価格で食べられるをモットーに、9月1日で7年目を迎える寿司処手まり。握りをはじめ巻物、いなりなど、どれもオーダーを受けて調理するのでシャリもふっくら。毎週木曜日はマグロの日で、とてもお求めやすくなっているとか。そんな寿司処手まりがエントリーしていたガチ丼とは。はい、こちらビンチョウマグロのネギトロ丼となります。こちらの商品ですね、皆様普段召し上がっていただいている、ネギトロ丼とは違いですね、ビンチョウマグロのみを使ったネギトロ丼となっております。
皆様が召し上がっていただいているマグロよりもちょっとさっぱりした感じの商品となっているんですけれども、ビンチョウマグロだけでも十分に美味しくいただけるんだよっていうことを知ってほしくて、こちらの商品出させていただきました。普段お店の方では、味噌汁、お通し、フルーツとともに、600円で提供させていただいておりますので、ぜひ皆さんご来店ください。今回のリサーチ報告、寿司処手まりがエントリーしていたガチ丼は、癖のない旨味が後を引くビンチョウマグロのネギトロ丼でした。いやー、私ビンチョウマグロ大好きなんです。普段私たちが食べているネギトロはいろいろなマグロをミックスして作られているそうです。しかし寿司処手まりではビンチョウマグロ 100% のネギトロを使って丼を作るとこだわっているそうですよ。おすすめはですね、イートインでご当地や海産物を使った味噌汁と一緒に食べると満足度 100% だそうです。木曜日にあるマグロの日はですね、半額になる商品もあるので、皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか。それではアクセスです。寿司処手まりは相鉄線西横浜駅から歩いておよそ9分のところにあります。営業時間は午前10時から午後7時までです。定休日は水曜日となっています。次回からは保土ケ谷区のお店をご紹介しますので、どうぞお楽しみに。以上、噂のあの店リサーチでした。